オーディンは北欧神話の主神にして戦争と死の神。四分の神でもあり、吟遊詩人のパトロンでもある。魔術に長け、知識に対し非常に貪欲な神であり、自らの目や命を代償に差し出すこともあった。北欧神話の原点に主に用いられている、コノルド語での表記はアスンであり、オーディンは現代英語などへの転写形であるオーディンに由来する。オーディンの名はラーとインからなり、古言的には狂気、激怒の主を意味すると考えられる。またこうした狂気や激怒がシャーマンのトランス状態を指していると考えれば、シャーマンの主とも解釈可能である。アングロサクソン人に信仰されていた時代の本来の古英語型はオデンであり、これは現代英語にもオーダンとして引き継がれている。また、ドイツ語ではボトン、オーダンという、8世紀にイタリアで書かれたランゴバルドの歴史ではゴダンという名前で言及されている。各地を転々とした逸話があることから、本来は風神、嵐の神としての神格を持っていたと言われる。タキトゥスは、ゲルマーニアにおいて、ゲルマン人の最も尊崇する神をメルクリウスと呼んだが、これは、ギリシア・ローマのヘルメース、メルクリウスと同じく失業の神であったゲルマンの神ボーダンを指すものと推測される。オーディンは、メルクリウス同様、知恵と計略に長けた神であり、ローマ暦でメルクリウスの日にあたる水曜日は、ゲルマン諸語では、オーディンの日と呼ばれる。例えば、水曜日は、英語では、ウェンズデー、ドイツ語では、ボタンシュタグ、オランダ語では、ウォンスタグ、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語では、アンスタグとなる。ユグドラシルの根元にあるミーミルの泉の水を飲むことで、知恵を身につけ、魔術を得得する。片目はその時の代償として失ったとされる。また、オーディンは、ルーン文字の秘密を得るために、ユグドラシルの木で首を吊り、グングニルに突き刺されたまま、9日休や自分を最高神オーディンに捧げたという。この時は縄が切れて助かった。この逸話にちなんで、オーディンに捧げる犠牲は首に縄をかけて、木に吊るし槍で貫く。なお、タロットカードの大アルカナ12、吊るされた男は、この時のオーディンを描いたものだという解釈がある。神々の世界、アースガルズにあるバーラスキャールブに住み、フリズスキャールブに座り、世界を見渡している。グラズヘームにあるバルハラに、ワルキューレによって、エーンヘラルを集め、ラグナロクに備え、大規模な演習を毎日行わせるという。この演習では、敗れた者も、日没とともに再び蘇り、夜は大宴会を開き、翌日にはまた演習を行うことができるとされる。愛馬は8本足のスレープニル。フギ無人という2羽の渡りガラスを世界中に飛ばし、2羽が持ち帰る様々な情報を得ているという。また、足元にはゲリとフレキという2匹の狼がおり、オーディンは自分の食事はこれらの狼にやって自分はブドウ酒だけを飲んで生きているという。主に長い髭を蓄え、唾の広い帽子を目深にかぶり、黒いローブを着た老人として描かれる。戦場においては、黄金の兜をかぶり、青いマントを羽織って、黄金の鎧を着た姿で表される。また、トールと口論した私森ハールバルズの正体は、変装したオーディンである。ゲールロズ王の城を訪ねて、炎の中に座らされたグリームニルも、オーディンの別の姿であった。下の巨人のスットゥングが隠匿していたシノミツ氏を略奪するため策略を凝らした。オーディンは、蛇に変身して、密種のある場所へ侵入し、密種の番をしていたスットゥングの娘グンドズの前で、未成年の姿になって三夜を共にした後、彼女から3区分の密種を飲ませてもらった。しかしオーディンは、その3口で、密種の3つの容器を空にすると、素早く、鷲に変身して、アースガルズへ戻った。密種は、死の才能のある人間たちに、オーディンによって与えられることとなった。最後はラグナロクにて、ロキの息子であるフェンリルによって飲み込まれる結末を迎える。コノルド語で書かれた歌謡集であるコ・エッタに収録されている形式の詩で、ハーバーマールは別名、オーディンの神言とは訳されている。サクソグラマティクスが記した歴史書、デンマーク人の次席第3の書では、オーティヌスとして登場する。息子のバルデルスをホテルスに殺され、その敵を討つ子供を設けるために、半ば強引な手段を使って、ルテニ王の娘リンダと交わるが、それが原因で王位を追われた。しかし、後に賄賂によって復権した。パウルス・ディアコヌスがイタリアで8世紀に記した歴史書、ランゴバルドの歴史が伝える伝説では、五段はランゴバルド人とバンダル人の戦いの際、ランゴバルド人に勝利と部族名を与えた神として登場する。その伝承では、オーディンが日の出の時最初に姿を見た者らに勝利を与えるとしたのに対し、ランゴバルド人の族長の母ガンパラが一計を案じ、日の出の時に髪の毛をヒゲに見えるように顔の前でまとめて男装した女たちの姿をオーディンに見せることに成功した。これによってオーディンはランゴバルド人に勝利を与えることになり、オーディンが長いヒゲの者たちは何者かと発言したことからこれが部族名となった。17世紀のアイスランドの写本 AM738-42 に描かれたオーディン。18世紀のアイスランドの写本 NKS1867-42 に描かれた不倫と無人から報告を受けるオーディン。18世紀のアイスランドの写本 SM66 に描かれたスレープニルにまたがるオーディン。1899年に刊行されたヘームスクリングラの挿絵。ノルウェーの画家イエールハルド・ムンテによる。リヒャルト・ワーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪にはオーディンに相当する神、ボータンが登場する。アーサー・ラッカムが描いた、8本足の馬で天かける、ボータン。オーディンは、半巨人的な存在であるボルと、女巨人のベストラの間に生まれた。兄弟に、ビリとベイがおり、彼ら兄弟は3人で原始の巨人ユミルを殺し、世界を創造した。妻はフリグで、彼女との間にバルドルがいるが、オーディンは女巨人との間にも子をなした。娘のヨルズとの間にトール、グリーズとの間にビーザル、リンドとの間にバーリがいる。他に母親は未詳であるが、ホズ、ヘルモーズ、ブラギ、ヘームダルも彼の息子とされている。オーディンは多くの呼び名を持っている。その呼び名としては以下のものが挙げられる。ありがとうございます。